はい、ということで、はい、引きました。まず私13番、わら、ミランでいうとアレッサンドロネスタ、はい、僕引きまして奥にですね何奥に出雲のでいうと奥に行きましょう。四大騎手行きます。行きましょう。はい、おはようございます。さあ、ということでね、昨年末にグランドリニューアルオープンをしたということで、まあ、今までヤシオといえばこう一番手前のカードっていうんですかが強いイメージはありましたけども、まあ果たしてそこがねこう強いのか。さあ、でもやっぱ角から埋まっていってますね。はい、絆もカード、はい、どうもおはようございます。でね、角とか言ってたじゃないですか、一時期。まあ、取られてるね。で、外線がボックスあるんですけど、朝一そんな埋まってないんですよね。ということはもう外線は一旦スルーやな。とりあえず一回、もう半年ぶりのブランクあるんで、かつグランドリニューアルされてるんで、どうしたもんかね。どうでしょうかな。番長2打とうと思ってたんだけどな、取られちゃいました。見てたらもう俺飛行殿とか行こうかな、マジで。いい、てっぺん取らなきゃだから。うん、飛行殿、太陽に求める者たちでしたっけ。太陽を求める者たち、こちら実践しようと思います。よろしくお願いします。いやー、マジどうする、マジで。俺もうよし、また台決まったら呼びますんで、すいません、一旦あれします、一旦あれします。ダロッテちゃう編集部員のチルミです。ヘッスミス、どうもレジョ編集部員のレジョ加納です。はい、スミス。はい、ということで始まりましたよ、てっぺん。よし、はい、何回目か分かんないですけども、8回目ぐらいですね。はい、久しぶりの、てっぺん電飾と初めてですかね。もうないっすよ、やります。なかなか、はい、で、まあ、実践するオールは、新ガーデンヤシオ店という、よいしょ、まあ、新しくグランドリニューアル昨年した、ありがとうございます。ティファニーブルーに身をまとう、ティファニーブルー言いますか、これはもうティファニーブルーでしょ。あ、そうなんだ。あ、もうおしゃれにね、最先端よ、言ってもね。そんなオールで実践の方させていただきたいと思っておりますけども、台の方私今もう取ってまして、あら、今ねこのてっぺんでマイナス1000枚弱、はい、まあまあ、はい、で1位の木村君がプラス1400枚ぐらいなんで、はいはい、まあまあ出していかないとてっぺん取れないということで、地方で太陽を求める者たちこちらにしました。ありがとうございます。はい、対する自分なんですけども、はい、ちょっと出演回数がなくてですね、あんまり、はい、で今後も多分そんな呼ばれないだろうということで、ちょっと今日は固く言ってるんですね。なのでトランスまだ台を取ってないです。剣に回ってます。取れ、はい、よ、はい、よ、取れ、取れ、なるほどね。まあ、ということでこの後電飾が何を打つか、そして、まあ、はい、私秘宝でしっかり出すので、それをぜひ皆さん見ていただけたらなと思います。はい、はい、ということで早速実践の方いきたいと思います。はい、ヘイヤシオ。はい、ということで早速実践のスタートをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、新ガーデンヤシオさん、まあ実践するのも収録するのも久しぶり、去年の11月以来なんで、まあでも結構稼働いいっすね。前来てた時よりも平日、今日も平日ですけど、まあ、この辺のバラエティーまでまあまあ埋まってきてますから。さあ、チェリーで、あ、行くな、これ。
はい、まあ大丈夫だと思います。はい、さあボーナス早々ゲット73ゲームはい、レギュラー投資が 3K。クレアが出ました。レアカード、さあそして行っちゃいましたね。さあ頼むぜ。普通の広角はとりあえずゲットです。ありがたい。もうサクッと当てちゃおう。あかん、あかん。まあ今日はじゃあ、まあ、せっかく電飾とで、ね、今日オープニングでねもうちょっと言ってたんですけど、まあ、今日電飾と俺がねまあ、同じバンドの T シャツをちょっとたまたまっていうか、まあ多分電飾はこれ着てくるだろうなと思ってまあ俺も着てきたんですけど、ヘイスミスっていうバンドがまあいまして、まあ、スカバンドっていうまあ要はブラスタイ、まあ、ラッパ、まあ、トランペット、トロンボーン、サックスがいて、でまあギタースチャ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 するのがまあスカ、簡単に言うとね。でまあヘイスミスっていうバンド、まあ女の子がいまして、メンバーバンドメンバーの中にカナスちゃんっていうね、まあその子が、まあ、2017年チリ美党的可愛い子ランキングのまあ3位です。まあ、そのライブの後も何回かやっぱ札幌で見たんで、まあ、ちっちゃい街、ちっちゃくもないんですけど、まあ、やっぱ新宿とかに比べて北海道はまあ札幌しかないんで、だからその日の夜もね多分バンドとかの多分打ち上げなんですかねの後の二次会かなんかで多分たまたまお店にいるのを見かけて、次の日もまあ、飛行機で帰るっていう時に新千歳空港で、まあ、そのまあヘイ・スミスのバンド自体をもうこう見かけて、短い間で3回ぐらい見たわけですけど、声はかけてないんですけど恥ずかしいんで、これはもう一種の運命かなって思ったわけですよ。だから今年の目標はまあどうにかこうにか接触するっていう、ね、その目標に頑張っていこうかなと。はい、2回目のチャンスで、今お行きましたね。さあラッキー2回目、まあ、今回ビッグ、投資が追加して 7K 全部で、はい終了。何だろう、ゴミを引き寄せて。
さあさあさあ入れよう、マジでもう AT 入れよう、リフォーラッシュしちゃおう。おー、むっちゃ引くな。せめて降格中に欲しかった。今のは何チェリーって言うんだっけ。さあ入れましょう、マジで。頑張って。いいよ、2連はいはい、ティップレー。さあ、V だったっけ。さあ大丈夫でしょう、これは。マジで。さあ三連。マジで、マジマジでで、マジ、あ、はいはい、大丈夫です。さあ順調極まりないよ、行きましたね。金文字。これよ、これこれでボーナスバトル行きの。ああこれ大丈夫だべ。もうこの後も伝説の伝説のあれですよ。ここでも来ちゃいました。冗談じゃねえぞ。さあ行くぜ。さあレア役、レア役引こう。はい、完璧です。完璧ですね、これはもう勝ちです。今日さあこれでもう伝説一定のポンポンスポポンで。いいね、これなのよね。でもさあ勝ちましょう、勝ちましょう。バトルちょっとね、伝説、伝説モードだっけ、入れないとなんで。はい、あー出す、あー出す。いやーこれよね。
はい、572枚。バクバクしてますよ。さあ、行きますね。来ましたよ。これがね、マジで飛鳳殿、太陽のね、面白いところですから。ここまでなかなかいかんのですけどね。はい、アドス。最高やん。まあまあレギュラーでも OK です。ここさあ、ここなにこれ、むっちゃ面白いやん、むっちゃ面白いやん、この台。いいな、はい、いや、はい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 、初めて見た俺こんなの。初めて見た。まさか。はい、出ます。とりあえずもうね、あんまりね、うろうろしててももうあれなんで、聖夜打ちます。聖夜ちゃんのサンスルー台804番台、こちらこれだけます。はい、というわけで、セイントセイヤ回復確定ですね。一応まだ1回もラッシュ入ってないというところなので、当たるまでいきます。まあ一撃1000枚2000枚ぐらいは出るでしょう。入ればラッシュにさえ入れば大丈夫です。さあ行きましょう。皆さん、ロザン昇竜派の準備はできてますか。ああ、これよ、弾くっていうね。ああ、あざっす。あ、これは出ないんです。よいしょ。おそらくゲーム数だな。500ゲーム台に534ゲーム、ジェネラルバトル。ソドシが12本、ソレント、ソレントじゃねえよ、あ、ソレント、あれ 50% じゃん。これはあれやな、上がってないっていうか、どっかでラッシュ入ったんかな。やっぱ3回スルーして 50% って、そうそうねえやろ。いや、俺のあれかな、やっぱデータのこうチェックミスかな。はい、終わりです。チェックミスっぽいな俺の。お、乗った。先住ゲーム、いいね。さあ、後半全く引けず520、これが7回転ボーナス5ね、行きましたね。はい、はまりまして終了。まあただこんだけ出ましたんで2122枚。そして飛鳳殿はここからですから、ある意味。さあ、まあ
どうせというか、まあ設定も多分さすがに入ってはないと思うんで、まあラッキー的な感じで出た2000枚、これをどうするかですよね。電飾が聖夜を打ってるってことはなんか長丁場になりそうな気はするんで、絶対なるよね。まあ、電飾と俺って多分こう水と油じゃないですけど、実戦で言うと、まあ、電飾は多分結構もうがっつり打ってとことん台に向き合うタイプ、俺は、まあ、まあ自分でこんなこと言うのもあれやけど、まあ出たらもうそれで帰りたくなるタイプだから、まあ矛盾みたいな、ある種の絶対に帰らない男と絶対に帰りたい男の、あ、全部いった、矛盾ですよね。どっちが勝つのかですよ。993994、うわっち、チャンスなの、もう激アツとかでいいの、996、はい、投投手が431か、997ゲームジェネラルバトル、投投手31本、最後これで6回目のはず、この台が今日1回も入ってないならね、ラッシュに。さあ緊張の運命の、うわソレント、うわマジか、しゃあね、行くしかねえ、そうなんよ、もう行くしかねえ、いいよ強いよ、はい、ちゃんとせいや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 、よし倒せ、行こうぜ、飛べよ飛べ、水星拳飛ばない、流星拳ワンチャンある、あー 0.78%、 よし引きました 0.78%、 いいよ、これがコスモよ、そうこれがコスモよ、全然しまない、よし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 、そうペガサス、そりゃそう、はい、いっちゃおうからの連絡始まり、天才かチャンス目か、ありがたや、50はうまい、20もうまい、カットに来い、カットに来ない、あー20うまいよ、うまい、さあ来い、あー頼む、現場剣フリーズ来い、マジで、あー一回 CB 引きたい、あー波なし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 、うわ下手くそ、ここからリプレイ引くと終わります、下段右リル下段にベルでセーフ、あーこれでアウトですね、てなわけで220ゲーム、まあ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 上出来、今年の三重のオールナイトで引けなかったあのアテナフリーズか、それ引いたらもうあれ完全に俺がトップ、てっぺん間違いない、もうなんなら枚数で1位に届かなくてももうアテナフリーズ引いたっていうことだけでもてっぺんになっていいはず、これ狙いやな、おっしゃ引いてやろうぜマジで、うわー
覚醒ストックやんこれ。やってもうた、あざす。おい、でかい。この覚醒ストックはうまい、あざす。よし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 、マジ4000枚ある。いやー今の引くかね普通。いやーペガサスファンタジー、いやー見せる見せるな連職さん。わずか乗せ40ゲームか、そりゃ伸びんわ。あ、これ使うかじゃあ。あ、いかん、そう。やべえ、これ覚醒ストック消えるとかそんなんないよね、大丈夫よね、押し順ミスで。そんな最悪よ俺。え、ある、マジでやっちゃった俺、やった俺、もしかしてやった、マジでやったんじゃない俺、マジで嘘。やめろやめろ、マジマジ復帰しろ復帰。うわ、もうすぐ調子乗るから、もうやばくないこれ、やったんやないマジ俺。おーい、やってるやん俺、やばいやばい。10ゲーム、おー危ない危ない。いやいや、まじまじまじ、マジマジマジ頼むって、うそやん。覚醒中の乗せがなくなるみたいなあれか。おーい最悪それ。よしよし、オッケー、危ねえ、あぶねえ、おーおーおお、あぶねえ。ちょっと違った見せ場を作ったな。うー、いやほんとね、押し順ミスはやめましょうね、あの気をつけましょう皆さん、ほんとに。いやーびっくりしたマジで。いや今心臓バクバク打ってる。はい、さあ行きます。さあストック分です、初っ端から。さっき、まあ、ペナってたから、そのなんかお仕置きみたいなね、からの こっからが本番。すまんすまん。おお、お仕置き2ゲームやめて、もう。はい、CB、これはお詫びかな、お詫びやな。よしよしよし、いやー2ゲーム連続で外れのカットイン引くもんかね、普通ね。あーやばい、弱い弱いね。うわ、もうカットイン揃えとけよ俺も。最弱。ドン、よし、うまい、これは揃った、挟む、よし、天才、天才じゃない、まあまあまあ一発来たんだよ。180ゲームです。これは乗ったんじゃない、チェリーなら。乗り申した、強制50。よし、でけえ、もう50だけでいいわ、もうありがてえまして。よいしょ、チャンス目かな、オッケー。20欲しいです、まあしょうがない。あー勝負どころ、次のジェネラルバトルでループさせれれば俺の時代が来る。なぬ、乗れ。さあジェネラルバトルです、ドン、トレン、終焉のシュートにセイレーン、ソレント、
五感を奪う終焉のシンフォーマーラインジャソラファイ。あーどうだ強チェ、あー弱チェか、勝てる大丈夫行こう、弱気になったらいかん、ほい大丈夫大丈夫、ほいそりゃそうそりゃそうからのよ、知ってるよ俺はおい耐えてくれや今のは、まだ復活あるですかね、プッシュボタン出てこない516ゲームの1035枚でした。頑張って。もうチェリーか。まあ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 。はい。あぶねえ、あー大丈夫でしょこれは、こんなもんは、こんなもんは大丈夫でしょ、さあ伸ばしたい、伸ばしはもうやめる、1000枚まで伸びればもうやめれるよ、もうよし、いや1個引けましたチャンスが、さあお超なんちゃらバトルやな、これ超なんちゃらバトルやな、これチャーなんちゃらバトルでしょ、これ大チャンスやない、勝ちました、さあ超超広角なんちゃら、まあ要はカチャあれ超秘宝ラッシュ、これはマジでなんか引け、あーいやー滑ろ、あ、以上赤い、あと3ゲーム、いやいやマジでちょっとマジで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 、いやあ頼むぞ、おっしゃ来ました、超気候ラッシュやったぜ、もうこれで抜けたらやめよう、もう気候電話もう満足や、マジか久々や、さあ行きましょう、こっからよ、まあ、残りゲーム数も減らない、まあレア役特定役と言われる類全部で乗せるで、まあ、バトル降格がもう止めどなく来る、これすなわち最強ですよ、まあ一応やりましょうか、なんで、まあここでね勝ちまくらないと、まあバトルも何か引きゃ絶対勝つんで、あの乗せが100% 乗せるんで、
はい、いいよ。自然とこぼれる笑顔ね。まだまだ。早かった。ありがてえ。あ、いった。ありがたい。はい。はい、478ゲーム、1814枚。ということは合格のチャンスだったんかな。それが当たってみたい。さすがに 2.3% を。うわ、熱いからの氷河。熱いのに氷河、熱いのに氷。あ、大丈夫。え、大丈夫。え、あ、焦る、焦らす。77ゲームが当たりか。いやー、久しぶり早いの来たね。よいしょ。強チェリー、オッケーオッケー、うますぎる。さあ、開始が92ゲームですね。ゲネラルバトル、持ちポイント、持ちメダル、これがさっきの強チェリー分の青ですね。おはようございます。さあ、トレントがクリシナ以外でお願いします。クリシナさん、いらっしゃい。 50% ここで倒さんかな、せいやな。全然強くないよ、大丈夫だから、安心して。せいや、いやー、インド和田さんね、大丈夫、ストックだからね。はい、ドン。ああ、ブロンズじゃねえんか。さあ、こっからが本番でござるよ。おお、いいよ、強気。返り討ちじゃ。あっ、チャンスアップがないが、ああ、避けろ。うわ、モノに食らった今。真っ正面から行ったね、あれね。ドン。よっしゃ、ほら。ここでチャンス目で乗せるみたいな。いいかね。さ、ラスト。瞬間。まあ。ゼロじゃないよ。
あもう弱気はダメだって、大丈夫だって。うわチャンスアップね、キャーやっべ、きたラウンド3。よし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 、いくぜ、よっしゃ、これ水星拳50%でもねいけるんですよね、やっぱり。よいしょ、せいやー、あざっす、ありがとう、からのペガサス覚醒最後、220だったんで今日の記録が、これは上回りたいね。ということは7ぞろい2回ぐらいはしたいよ。いいよ、うまいよ、これがね緑が弱えんだな今日な。緑とかも普通に取っていいと思うんですよね、なんか青が強いみたいななってる気がする。ほら青がもう緑やん、つまり、あ、ちょっと今のは意味わからんね、青は青だからだって。はい、じゃあやっていきます、どん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 やっていきますよ、ペガサス覚醒、うまい、これがねスイカなんだわ、3桁ないかなっつってないね、30、とりあえず記録ですね、222とタイ、記録タイですね、うまい、お揃えたら更新でござる、あお、ベルヒーター、うまいよ、はい、記録更新です、お、ベルじゃん、あの、うめえ、頑張れてるよ、これはねえのかな、おい、ベル、うまい、あーこれで終わりか、はい、記録更新です、260円、まあまあやな、はい、というわけで最後のラッシュいっちゃいましょう、ここで伸ばせにゃもうプラス浮上はむずいよ、頑張れ俺、赤い、これはフェイントアタック回ったか、はい、シリーチャンス、うわ赤い、うわ強チェーン、追加か、あ、チャンス目か、10、いいよ、俺たちの一騎さん来ないかな、扉が開け、オッケー、あるだろ、あるね、あるある、セネガルじゃない、今日がな、まあオッケーオッケー、もう一度50欲しい、50欲しい、よし50いった、オッケーオッケーオッケー、もういいもういい、もういらんよ、もういらんいらん、オッケーオッケー、でもう一個多分これチャンスの分ですかね、あるはず、うわここで強中、めちゃつなげるやん俺、どうした、うわまた引いてるやん、チャンス目、追加か、焦る、やーべー来た後半戦にしてようやく、よしやりました、ゴールドバザージェネラル、ドン、さあ誰が来るんだい、
見ろか。まあ、オッケーオッケーオッケー。これで残りゲーム数400くらいまでにできれば全然3000枚ある。よし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 。はい、よっしゃ来た。バーレットミールです。おい、かっけえこれ。人差し指だけやで。ほらこんなぶっ飛ばす。どんどん行こう、どんどん行こう。大丈夫大丈夫大丈夫だって。そんな負けるはずがない。俺のミロが、ミロさん嘘を、またまたご冗談を。やべ、ちょっと締め切りのこと考えてたらいつの間にか冒険。そう、まあ一応後乗せはあるんで、強調の分がとりあえず他にも何個かあるはずです。はい、これが表示の分かな。この先週ゲームで何が起こせるのか、今の俺に。締め切りで不安になってる心境のこのおじさんに何か起こせるとでも言うのか。これないか。やはり強調の分だけだったな。さあ奇跡のこのジェネラルバトルでもうワンループさせれるかどうか。レタークリシナさん、黄金の槍、ラッシュいいよ、聖太君いいよ。いやー先制してほしかった。そんなに強気なら先制してほしかった。これなら大丈夫でしょ。おい吹っ飛ぶドン。はい、あ復活ねえか。やっぱな、632ゲーム1448枚でしたと。はい、というわけで私の実践はこの辺で終了しようと思います。詳しい結果はエンディングにて。お疲れ様でした。さあということで17時過ぎなのでちょっと店内の方見ていきたいなと思います。まあ、あのマドカマギカの初代の方が、まあ、増大されたみたい で結構出玉を持っている人が多いんですけど、で話聞いて、まあ、直撃あった台もありましてなかなか良さそうだったと。ただまあ空き台もねちらほらできてるんで、まあ前代系とかではないにせよ、まあここは結構今日は力入ってたんじゃないかな。角もまあしっかり出てますんでね。島区の構成自体は今までとあまり変わらずで、ここもゴッド、まあ、ゴッドも出玉持ってる人はまあ台数多いんでね、まあ、ちらほらと言いますと。で絆も絆で結構多いかな。
奥の方も結構ね台数あの出玉持ってる人多いんで、まあここも、まあ、今まで通り強いコーナーだと思います。で、まあ、番長3がねなかなか今日稼働しなかったっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっとね見えにくい部分がありましたが、まあ、このまま番長3が奥の方行くと、まあ、ここら辺からサラバンがね今日どうも怪しいっていう話を、まあ、聞いてました。まあ、結構ね出玉持ってる人もいて、でまあでも流しちゃってるんですよね。結構一時期は全員持ってたんですけど出玉。まあそんな感じですかね。まあ今日はサラバンマドカがまあ強かったのかなという印象でした。はい、はい、実戦終了。お疲れした。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、ということで、まあ、まずは結果の方から発表していきましょうか。そうですね。どうしよう、どっちからいきます。僕からいきます。とりあえず、はい、セイントセイヤ回を覚醒打ちまして、外地1457枚の回収が2189枚でなんとプラス732。あざます。あ、うまい。ただ通算がまだまくれてないんですけどね、マイナス300枚ぐらいかな。なるほど。なんでまあワンチャンみんなが脱落すればギリてっぺいけるかなという感じですね。もう出ることもないだろうからね。いや、あるインフルでこう全員離脱説があればいけます。宇都宮までは来ないんでインフルが。なるほど、はい、そうです。お願いします。かしこまりました。私の方が、なんだっけ、飛行伝太陽を求める者たちと、シアル牛尾トトラを打ちまして、はい、総都市850枚で、はい、回収が、まあ、パチンコのもうあれに換算してね、で回収が2983枚なんで、すげえ2100枚ぐらいのプラスが、はい。でまあ、僕もこれ3回目なんで、まあ、平均一応これで多分プラスになったのかなと。うまい。まああと屋台のお姉ちゃんとの恋が始まるかもしれないっていうのも、まあ、一応今日のプラス収支の一つではあります。それいりました。最後のお屋台のお姉ちゃんのくだり。一応なんか一回口に出したら可能性が、まあまあそうですね、ちょっと出していろんな方向にやっぱり手出しておかないとやっぱり、うん、ないですから、はい、言って後悔だね。あ、後悔したんですか。結局何なんですか。すげえな、2900枚地方で超飛行ラッシュも入りましたし、うわ、まあ、なかなか面白かったですね。まあ、牛音トトラがね余計だった。それでちょっとマイナスになっちゃったかな。そうね、投資飛行伝だけだったら7本だったんで、うわ、まあまあまあよかったです。楽しかったですけど、さすがチリ様だな。やっぱりシンガーデンヤシオということで、うん、このティファニーブルーがオープニングですか。オープニングのやっぱりねこの気持ちのテンポさんの現れ、これティファニーブルーじゃん。エメラルドグリーンじゃないですね。まあまあ、エメラルドグリーン、別名エメラルドグリーンとも言うんですけどまあまあなかなか。どうでした、見ました。金の金庫、はい、周り周りですか、はい、あんすか、そんな見れてないですけど、はい、まあ、窓紛が増大されてて、はい、でずっと同じ人が売ってたんで、はいはいはい、まああるとすればあの辺りなのかなっていう。なので、うん、ランドリニアのも下ばっかりですし、はい、まあ、ぜひね皆さん遊びに来てもらえたらなと思います。そして、まあ、この後も多分てっぺん続きますので、はい、まあ、その辺をぜひ、まあ、足を運ぶなり動画も見るなりしてもらえればなと思います。ぜひぜひ。以上です。はい、じゃあ締めますか。締めましょう。じゃあ、第8回てっぺん終わりにします。はい、ご視聴のほどありがとうございました。失礼いたします。失礼します。